えー、このお話がちょっといただいたのが23年前だと思います。ある村の夏祭りの晩に起こること。その祭りっていうのが年に1回夏にその神社のお祭りなんだけど神様が山からその日だけ、まあ、その神社に降りてくる。だからその神様を歓迎して、まあ、お祭りを催すような。 感じでね1年に1回毎年必ずその日に行われる、まあ、夜なもんだから祭り林なんかねあのー、演奏始まって小さい祭りだから出店なんかは出やしない近所の人たちであの甘酒とか、まあ、食べ物を作って振る舞うそういうお祭りで10時9時10時 になっちゃうともう祭りなんか終わってもうまた真っ暗な神社に戻っちゃう。でみんなまあ帰路についてまあ家帰って普通のまあとこに着くと。少し前から変な話が出た。夜なのにいつまでどん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 ,どんピーヒャラピーヒャラ祭りやしをやってるんだと。苦情が入ったことがあったってある年に。 練習でもしてたのか、はたまたまた来年なもんだから練習にしたは早いか。しかもこんな夜、なんなんだろうなーって。音がするから、まあその変の人が見入ったっていうんだよね。その音の原因っていうかどこで何やってるんだって。そしたらその音が動いてる。なんだろうなー。不思議でしょ、がなかったんだってね。で、翌年、また同じ日に。 同じ場所で同じ時間にそのお祭りがまた開かれるまあいつものことのようにいつもの時間に終わるでまた家にみんな帰るするとまた祭り林が聞こえる遠くから聞こえてみたり近くから聞こえてみたりするってそのお話伺った方っていうのがその神社にほど近い近いのかな距離的にはまあ近いに。 聞いてる限りでは近い場所に住んでる方で不思議に思ってずっと窓から見てたのだって神社の方そしたら真っ暗な神社田舎だから街灯なんてあるじゃない真っ暗月が出てれば月明かりでうっすら見えるぐらいのところを神社の前の道をね提灯または黄色い明かりまたは赤い光 の何かよくわからないずら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 向こうから列が来るってこっちにでその列がずーっとその神社の前を通って橋があるんだけどその橋を渡りどん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 行って祭り林もそれに合わせてどん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 近づいてくるてなんだあれて見てたらそれが一斉に降って霧みたいに消えちゃったなんか 目のの錯覚なのかなか自分でそう思ったんだけどまあ不思議なもんだからやっぱり近所の人にこれこれこういうことを見たっていうそしたら同じものを見たってそこ23人いた何なんだろうねよくとし同じように祭りが終わる家に帰る案の定祭り囃が聞こえてくる。 またか見てたら去年と全く同じものが見えてる何十っていう数の明かりで祭り林がまたどん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 こっちに近づいてくるその人何を思ったのかちょっとまあ家を出てそっちに見入ったどんどんどん神社に近づいていくきにある光景を見たどん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 人がこっちに来るっていうんだよね 腰を抜かした人じゃない何か動物の顔をしてたりなんだかわからない人の形をしたものまたは影みたいなもの色のついた影みたいなものがちょうちんみたいなものを持ってずーっと歩いてくるそれが怖くなってすぐにそばにあったそういう物影に身を隠したずーっとそれが自分の前を通っていって おいそ通り過ぎるように2分以上かかった通り過ぎてその通り過ぎた方を見たらもういなかったいつの間にか祭り林の音も消えてるなんだこれすぐに家に戻って家族にそれを話すは信じてもらえない次の日にそこの神社っていうのが神主が常駐してる神社ではないんだよね小さい神社だから そこのか主に電話してこれこれこういうものは見た。近所で前祭りやしの話が出たと思うんだけどって自分は確かに見たって言ったらあれはなって神様をお迎えして帰る集団だからそのか主が言うとお化けなんですかその辺は自分には分からないけど私が小さい頃からあの集団は現れるんだよあの集団は そこ,にそこに現れた時その,じその集団を見た家にまあいいことが起こると「そうなんですか悪いもんじゃないんですか」ってそういう区別は私にはつかないよって言われてただそれが見えただけでよかったと思うでその人翌年に子供が生まれまして「鳥ちゃん」見に来るか?」って言われたんですよねマジっすかって それ見たら俺彼女できますかねって言ったら彼女は分かんねえけどいいことがあると思うよそこの神社実を言うと今年2018年の7月の頭に行ってきたんですよまあおかげで今どうやら結構いいようなことが起きてますよそういうものに頼るうん占いとかに頼るっていう立場はないんですけどまあ いいいいことが起きててるんじゃなでですかねって自分の中思ましたあの集団を見たものっていうのがその中に23人いたっていうけどその23人もやっぱりいろいろ会社でうまくいったとかただのそういうなすりつけになっちゃうかもしれないけどそういう情報がまあ続々と入ってきてるもう一回行ってこようかなってもう一回行ったらもっといいこと起こんないかなって自分の中で <laughs> 思ってますいませんでした。 あと <laughs>、はい、で映像をちょっと持ってきますので、YouTube の方に上げますので、もう少々お待ちください。ある山間部の村で起きた、ちょっと不思議な体験ですね。